三笘スーパーゴール海外2期を、持ち表明。スタメン出場した三笘は、前半15分三笘は、左サイドのハーフライン付近から、ドリブルを開始すると、一気に、スピードに乗って止めようとする、相手 DF を次々に抜き去り、最後は、右足でゴール右隅に突き刺した。三笘はさらにアシストも決めて4、1の解消に大きく貢献。超絶ドリブルからのスーパーゴールに、世界が震撼している。キング薫、呆然とさせるゴールだ。とてつもない個人技だ。前世紀のメッシのようなゴールだわ。年間最優秀ゴールがここに。これは、俺らが知っていて、大好きな三笘マジックだ。本当に驚くほど美しい。さっきの、シティ戦の演出そのゴールよりも、上だとさえ思うね。えぐいな。三笘がボールを持ってやれることは、ものすごいわ。なんという突破とゴールだ。シュートを打つ前の最後のボールタッチが本当に凄まじい。途中で2回ファウルされてたしな。あの選手が彼を掴んだ時、PK とレッドカードを誘発させるために簡単に倒れることもできただろうな。今こんなドリブルをする選手はいないぞ。俺はこのゴールでルームメイトを起こしてしまったよ。この試合にも三笘ゴール時の反応を見るためにデゼルビ専用カメラが必要だ。本当に楽しい試合だった。ウルブスにチャンスはあったが台無しにしていた。最初の30分間はゴール前からゴール前の展開で必死だった。三笘のゴールは美しいもので、BBC のウォーレンはすでにシーズン最優秀ゴール候補だと言っていた。リーグ首位、これ以上望められないだろう。三笘はワールドクラスの選手だ。彼のプレーを間近で、せいで見られるとあって、日本の観光客が狂気乱舞するのも無理はない。アルビオンのファンはもちろんクラブでさえも、内盾にしている、この文化的現象がどれほど大きなものなのか、十分に理解しているとは思えない。プレミアリーグで一番のウィンガーだ。エンバペほどではないが、ビニシウスと同レベルだ。1対1でプレミアリーグ最強、三笘は全盛期を迎えようとしているのも、ワクワクさせるね。シーズン序盤だがウィングとして、坂を上回り、プレミアリーグで一番のウィンガーになるには、ものすごい数字を残さなければならないだろう。ブライトンを調査する、必要があるぞ。こんなに多く、優れた選手を安く手に入れるなんて普通ではない。日本人歴代最高選手だ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録よろしくお願いします。